安国寺は、栃木県下池市にある新言州地山派の寺院。三号は、伊王山。本尊は、薬師如来。古代寺院、下池薬師寺の跡地に立ち、当時の後継寺院としてその法等を現在に伝えている。下池薬師寺は、平安時代の衰退した後、鎌倉時代に中興された。室町時代には、幕府からの庇護を求め、 足利高氏、忠義が全国に安国寺都市小島を建てるという意向を入れ、略王2年に安国寺と改名した。しかしながら戦国時代に戦火で消失する。その後近世諸島に入り、旧伽藍内に再建されたのが当時とされる。かつて存在した薬師寺不動員の流れを引くと言われる寺院で、佐竹氏からは事業十国を寄進されている。当時は、 辰ツ記事と共に、天南元年から教皇4年にかけて、薬師寺の政党を争う訴訟を起こした。議論の末、天保9年に、安国寺は、会談、辰ツ記事は、元神墓所を守護するという合意に達し現在に至っている。2018年、安国寺の名前を、元々の寺名、薬師寺に解消し、これを記念して、久保田うつぼの火碑が建てられた。 境内建物のうち、六角堂は、江戸時代後期の様式をとどめる六角形造りの堂で、かつての下付役史寺階段跡と伝えられる場所に立つ。内部中央には、岩人の映像を収めた図紙が安置されている。出土品等、所有者は安国寺であるが、下付役史寺に関する文化財は、下付役史寺文化財を参照。所在地交通アクセス周辺。 ありがとうございます。